降臨、幻獣鬼。ジータのおかげだぜ。おう、ありがとうなジュニア。本当にお前のおかげだよ。あ、そう、でも今回戦える主人公は6人いるんだよね。だから秋典これで4人目だ。あ、そうか、あとふみちゃんと、あともう一人は誰だろう。やっぱ全方位のオタクさんかな。さっきの鳥さんたちも秋典のこと見失っちゃったみたい。ガチで見失ってんじゃん。秋典大丈夫かな。あの時鳥さんは何があっても試練のうちと私たちに説明しました。このようなアクシデントも私たちが乗り越えるべき試練ということなのでしょう。皆さん、ここは秋典さんを信じて前に進むことにしましょう。よし。そっか、やっぱ試練だよね。でもあんなことが毎回続いてたら、そのうち誰か死んじゃうよね。そうだね。後ろに戻る道がない以上、僕らは進むしかない。上に登れば、周りの景色がよく見えるはずだ。秋典も見つけられるといいけど。そうだ、早くみんなを探しに行かないと。ダチイノシシ、山の上行け言ってた。みんなきっと見つかるだぜ。もしかしたらみんなの姿も見えるかもな。スザク蒼天山の試練を終わらせたら探してみよう。ウリ、松がいい。ウリ、ウリ、あ、かわいい。こんなにかわいいやつなの。ライトサイドだと。何時らの試練、我も見届けたくなった。売り、共に連れて行くが良い。売り、もうなんか貯金箱にしか見えないよ。もう、もしかして君、猪崎王の子供。子供ではない。売り、何時らと戦った猪崎王である。売り、まあ今はライトサイドの売り坊なんだけど。売り、売り坊チビ、意外としょぼい。う、売り、チビとかしょぼいとか何時に言われたくない。ウリ。よし、そんじゃあ気を取り直して蒼天山の頂上にレッツゴーだ。このウリボーランクが気になるよね。あんな見た目で E ランクだったらどうするね。ちょっと見てみよっか、ウリボー。あ、 B ランク結構高いな。でも現時点では一番ランク高いよ。お、着いたんじゃない。びっくりマークがあるけど、ここが頂上だね。よし、ここが試練の頂きだな。なんか一番乗りっぽい。俺たち試練を受けに来ました。誰かいますか。そんなんで出てきてくれんだ。アマかける幻獣キリン。我は試練の番人、幻獣キリン。なんか怒ってない。妖怪ウォッチを身につけし、貴様は何者だ。ああ、我こそは有星秋典、スザク蒼天山の試練を受けに参上した。威勢のいい小僧だ。来い、貴様の力を試してやる。マジで、さっきゲットしたウリボーとジュニアしかいないんだけど。いや、絶対勝てない感じじゃんこれ。無茶すんなよ。いや、もうこの戦い自体がもう無茶だからね。うわー、やられた。マジかよ。おい、おい、いや、勝てる気しないんですけど。ちょっとこのギャグみたいな3人で戦わないといけないの。どうしてもね、ちょっとストーリー上この3人で戦うしかない。あ、もうみんなサボってんだけど。
何？こいつ完全に殺す気で来てんじゃん、こっち。うわ、ちょっと。おい、なんかジュニアがサボってんだけど。お前、シャドウサイド化しろよ、早く。あ、シャドウサイド化したね。なんかほぼ攻撃の仕方がヌラリヒョンだね。サスライ玉来たけど、それを取っている余裕はちょっとなさそうだ。いや、完全にヌラリヒョンだよ、これ。なんだ、親戚なのかな、このヌラリヒョンと。はい！やあ、ウリボーやられた。ウリボータンクだったから、攻撃引きつけてくれてたんだけど、これはちょっと厳しくなってきたな。うわあ、ちょっと待って、さっきから秋のりがすげえ攻撃食らってんだけど、タンクだと、見た目的にタンクだと勘違いされてんのかな。まあでもあともう少しだよ。多分ジュニアがシャドウサイド化できたら結構いい感じになると思うんだけど。サボってるサボってる。この状況でよくサボれるな、あいつ。あー、マジか。くそ、来た来た来た。でもシャドウサイド化、オッケー。よし、技決めよう。避けられた、もしかして今。なんか入ってないような気がするんだけど、ちょっと外上に行かれちゃうと結構きついな。よし、行け。よし、めっちゃ強い。あー、しかしこのタイミングで元に戻っちゃった。引かれた、やられちゃった。これちょっとレベル足らないな。ちょっとレベル、まさかウリボーがやられると思ってなかったから。やっぱシャドウサイド化が結構強かったね。シャドウサイド化しそうになったらもうちょっとチェンジしてその妖怪使おうかな。お、この一番やばいの来た。うわ、ちょっとタイミングは、うわ、よし。じゃあちょっとジュニアに変更、違う、来た来た来た。おい、何サボってんだよお前。避けてで降りてきたところを、よし、おい、入れ。入ったんすか今、入ったんすか、どうなんですか。どこ行った。あー、元に戻った。お、ちょっと待って、今回いけんじゃない。今回いけるぞ。だいぶだいぶあいつのヒットポイントなくなってきた。よーし、でもちょっとジュニアとかヤバくなってる。うわー、引かれた。このタイマーレーダーっていうのは結構ダメージ入るから、これを何発かぶち込んでいけば。いけ、よし、76も入る、一気に。ウリボーがやばい、くれ。あともう一発ぐらいか。よし、あともう一発いこう。よーし、いったー。あー、ようやくやっつけたよ。ちょっと変身するとかなしだよ、もう。ちょっとこれ以上は無理。ありほしあきのり、そしてその友よ、よくぞ我が試練に打ち勝った。ありがとうございます。あきのり、いい感じだぜ。さて、では試練に打ち勝ったお前に褒美をくれてやろう。ありがとうございます。なんだろう、褒美。新たな世界の悪を手に入れた。
何これ。こことは異なる世界に誘う鍵だ。貴重な品ゆえ大事にするがよいぞ。キリンさんの試練ってスザク蒼天山をくれるんじゃないの。俺もそう思ってたよって。うん、何やら誤解させてしまったようだが、スザク蒼天山は向かいの山の頂上にある。もう一人の番人の試練とともにな。え、まだいんの。なんだって。あれね、何回試練受けさせるんだろうね。これあれじゃない、あのなかなか正社員にしてくれないブラック企業みたいな。最初派遣から始まって次契約社員でみたいな。あの容器こそ番人スザクの話すもの。え、じゃああなたはスザクじゃなかったんですか。おそらく今まさに試練の戦いの真っ最中であるぞ。え、今戦ってんのあれ。あっちの山にはみんなが、あ、そうか、蒼天山だ。二つ山があって違う山来ちゃったのか。キリンさん、お願いがあります。ん、まだ褒美をねだるか、欲張りなやつめ。あ、そうか、キリン、そうだよね、どう見てもキリンだよね。これ俺たちを向こうの山の頂上まで連れて行ってください。走って行けよ。それなんと、なんだと。今戦ったばかりだというのにさらなる試練を求めるのか。助けないと。仲間が向こうで戦っているんです。助けに行かなきゃ。おお。その身でスザクに挑むか。いいだろう、力を貸してやる。その妖怪ウォッチアニマス天上鏡は我を呼び出すことができる特別なものだ。ええ、幻獣麒麟はお前の力となろう。その天上鏡で我を呼び出すがよい。ええ、憑依召喚的なことできんだね。麒麟さん、ありがとう。スザクは強いぞ。向こうに行く前に傷を癒しておけ。ありがとう、大地。もう何回も麒麟に惹かれていたから、もう怪我だらけでしょ。サンキュー、麒麟。お前、いいやつだぜ。お前たちが奴に負けたら、我の格好がつかないからな。ん、じゃあ、早速、傷を癒してけって言ってたよね。今、傷だらけなのだろうか。あ、やっぱ傷だらけだ。よし、じゃあ行こう。そうか。では、我も力を貸すとしよう。さて。準備はできたようだな、秋範。我を召喚する前に伝えねばならんことがある。何？お金がかかるってことかな？我のような幻獣は波の妖怪を召喚するよりも、はるかに多くのエネルギーを必要とする。故に、我が力を貸すときには、お前自身のエネルギーを吸収させてもらうことになるのだ。何それ？それさ、戦いに勝ってもさ、キリンを使って戦いに勝ってもさ、勝負終わった後におじいちゃんになってたらどうしよう。エネルギー吸い取られすぎて。そんなすごい力を使えるならどんどん使ってくれ。いや、お前軽く言ってるけどさ。そんなことは覚悟の上か。あー、でもね、そっか、もうダイエットになるかもね。もうどんどんエネルギー吸い取ってくれみたいな。いいね、キリンダイエットって名前つけようか。よかろう。ではこれを渡しておく。キリンディスクを手に入れた。何これ。幻獣キリンを召喚できるようになった。これなんかあのブーメランみたいにこうバーって投げたいね、形的に。我の力は癒しの力。あ、そういえばキリンってそうだよね、ヒーラーだけど、うん、まあでもさっき戦った感じでは完全に殺戮マシンだったけどね。癒しの力、もうちょっと癒しなところを、ね、出してほしかったな。スザクの剣技に苦戦するようならば我が癒してやろう。我を召喚するがいい。お、これって進撃の巨人のエルヴィン団長の声だ。だよね、多分。さあ、キノリよ、スザクの元へ向かうため我を召喚するがいい。よっしゃ。ああ、わかった。どうやって使うのそれ。降臨幻獣キリン。あ、そうやって使うの。あ、戦ってたんだね。
剣舞魔人スザク、こんなに強いなんて。でも